選ばれるなら選べ、新井翔太です。ということで今回は最短最速就活完全攻略ロードマップ、これをご紹介します。今日の内容すごいです。だってこの動画見てもらえれば就活うまくいっちゃうんですもん。我々アビルド就活が何年もかけて研究してきた就活対策、そして私が実際に就活戦争を勝ち抜いて外資系投資銀行から内定を獲得した具体的な方法、これを全部詰め込んでいます。今回は皆さんが最速最短で第一志望の企業から内定を勝ち取るために必要な就活ロードマップ、これを完全体系化してご紹介します。今この動画を見てる皆さん、実際就活ってそもそも何からどう始めればいいかわからない、こういう方非常に多いのではないでしょうか。当然です。だって誰も教えてくれないんですもん。皆さんの親御さんが経験してきたような就活の時代からはもう大きく動いてますし、先輩たちも自らが体験した偏った情報しか持っていません。大学でもキャリア相談や企業説明会などあるかもしれませんが、ぶっちゃけそれで就活うまくいってる学生ほとんどいないんじゃないかと思います。今回の動画は実際就活ってそもそも何からどう始めればいいかわからないっていう方々に、最短最速で第一志望の企業から内定を勝ち取ることができる就活完全攻略ロードマップ、これを知ってもらうための動画です。私のところにもよく自分のやりたい仕事の見つけ方がわからないです、ガクチカやアピールポイントが思いつきません、企業分析ってどこを見て何をすればいいんですか、こんな質問が山ほどきます。そして最終的に多くの人がとりあえず興味の湧いた企業のインターンに参加してみたり、言われるがままに自己分析をしてみたり、実際自分が本当にやりたいことが何かわからないまま就活をしていたり、就活の正しいやり方を理解していないがゆえに結局遠回りばっかりしているんです。でもそんなこと言われても仕方ないだろうと思いますよね。だって就活の教科書なんてどこにもないんですから、この通りにすればちゃんと結果が出るよっていうものがないんですもん。でもそれがないから全ての学生たちは就活で辛い思いをしてしまうんです。そしてなかなか内定をもらえずに苦しみます。先輩たちを見てるとなんとなくわかりますよね。だからこの動画を今回ご用意しました。自分のやりたい仕事の見つけ方がわからない、ガクチカやアピールポイントがない、企業分析のやり方がわからない、そんな就活の悩みを全てここで解決します。過去の私もエントリーシートの良い書き方をネットで調べてみたり、とりあえず面接練習をめちゃめちゃしてみたり、就活の正しいやり方っていうのを全くわからず表面的な対策ばっかりをやっていました。実際これらはなかなか内定をもらえない就活がやってしまう大変よくある間違いです。エントリーシートの書き方とか面接対策とかもちろん必要なんですが、全然後回しで大丈夫です。こんな表面的な対策に時間を使っていては第一志望内定なんて絶対掴みきれません。内定をもらってさっさと就活を終わらせたい方も多いと思うんですが、表面的な対策に時間をかければかけるほど内定はもらえず就活が長引く悪循環に陥ります。ただ今回ご紹介する内容をきちんと実践すれば、最短最速で皆さんが心から志望する企業の内定を勝ち取ることができるんです。それどころか想像もしてなかったよね、一流企業から内定を獲得することもできるようになります。実際私もこれからご紹介する方法を実践したことで外資系投資銀行から内定を獲得することができましたし、その他外資系戦略コンサルや日系大手企業からもオファーをいただきました。同じ方法を実践した受講生には日本トップの証券会社から内定を勝ち取ったバリバリの体育大学生、ニット駒線レベルからガーファに内定をもらった人もいますし、 P&G という外資系メーカーに入社が決まった学生もいます。その他にも外資系投資銀行や外資系コンサル、総合商社や大手広告代理店など華々しい成果を上げています。もちろん偏差値40代の大学から大手企業の内定を獲得した学生も少なくないです。ぜひ今回紹介する就活完全攻略ロードマップを自分のものにして、最短最速で皆さんが志望する企業から内定を勝ち取りましょう。今回紹介するロードマップ以外にも皆さんの内定獲得に直結するような就活対策の情報をこれからも発信していくので、そういった動画を見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録をしてもらえればと思います。まずいきなり結論なんですけれども、就職活動っていうとインターンに参加することから始めてみたり、自己分析から始めてみたり、こんな就活生非常に多いと思うんですから絶対に NG です。もちろん超大事なことなんですが、それよりもまず先にやるべきことがあります。それが就活のルールを知ること、原理原則を知ることなんです。ほとんどの就活生が今やってしまっていることってルール知らずにスポーツやっているような感覚なんですね。サッカーだとしたらゴールどこにあるか分かっていないだとか、野球だと打った後にどうすれば得点になるか分からないだとか、そんなイメージです。それならありえないじゃないですか。なのに就活生ってこれを普通にやってしまってるんですよ。皆さん今この質問に答えられますか？メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用、企業側の採用目的はそれぞれどのように異なりますか？これは絶対に知っておかなければならない就活の原理原則の一つとなります。パッと答えられた方素晴らしいです。でもほとんどの方が答えられなかったんじゃないかなと思います。これなんで知っておかないといけないのかというと、それぞれ求められているものが全く違うからです。よくあるのがジョブ型雇用を採用する企業の面接に対してメンバーシップ型雇用
雇用の就活対策で挑んでしまうだとか、そもそも自分が面接を受ける企業がどちらの雇用形態を使っているか理解していないとか、それが内定取れませんよね。インターンに参加すること、自己分析すること、もちろん超大事なことなんですが、それよりもまず先に就活のルールを知ること、原理原則を知ること、これをしないとうまくいくものもうまくいかなくなってしまいます。就活対策は必ず次の手順に従って進めてください。1番、アービトラージ、就活のルールを知る。先ほどお伝えした通り、スポーツでもルールを知らなきゃ勝てるはずありませんよね。2番、ブリッジ、企業視点を持つ。恋愛と同じです。異性の本当の気持ちを理解できなければ当然振られます。3番、ユニークです。自分の価値を見出す。よく自分強みないなんていう学生いますけど、どんな方でも必ず強みを持ってます。見出す方法を知らないだけなんです。4番、インクラネーション、相手に合わせて届ける。業界によって、そして企業によって面接でどんな回答を期待しているかは異なります。きちんと下調べする方法を知らなければなりません。5番、レバレッジ、内定したその先を考える。入社した後に後悔する人って世の中めちゃめちゃ多いので、入社後の未来まで良くすることを考えましょう。6番、 Do、 やり抜く。以上6つの手順です。我々はそれぞれの要素の頭文字を取って ABUILD、 アビルドと呼んでいます。これが業界初、就活対策が完全体系化されたロードマップです。順番が非常に大事であるため、絶対に守るようにしてください。ではまず第一段階は、アービトラージ、就活のルールを知る。こちらお話ししていきます。結論、理解すべきことは3つだけです。アービトラージってそもそも差を見つけて利益を得るってことなんですけど、この3つを知ってる就活生と知らない就活生では結果的に絶望的な差が生まれます。ルール1、メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へのシフト。ルール2、一括採用から通年採用へのシフト。ルール3、オフラインからオンラインへのシフト。正直言葉だけ聞いたことあっても 99% の方は就活にどう影響を及ぼすのかということを理解できていないかと思います。ネット上に散らばっている就活対策が通用していた頃から大きく時代が変化しましたし、変化したことによって企業から求められることも大きく変わっていっているんです。ではまずルール1、メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へのシフトです。これは今までの就活と比較して企業が重要視している採用基準が大きく変わったことを意味しています。5年前であればうまくいったような就活対策がもう通用しなくなってきているんです。世の中にはそういった変化に気づけていない人が多すぎるため、ネット情報ばかり鵜呑みにしていては今の就活で大失敗する可能性も高いです。そもそも皆さん、これらの雇用形態の意味をきちんと理解していますでしょうか？簡単に言うと、メンバーシップ型雇用は終身雇用と年功序列が前提にある雇用形態です。そのため特定の能力が必要なケースは少なく、配属先は入社後割り振られます。それに対してジョブ型採用は終身雇用や年功序列が前提にありません。採用段階から配属先が決まっているため、配属ガチャとは無縁な雇用形態ですが、特定分野の仕事を遂行するプロフェッショナルとして雇用が行われます。一般的にメンバーシップ型雇用、日本型、ジョブ型雇用を欧米型と説明されたりしますね。実は現在の日本はメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へとシフトしようとしている真っ只中にあります。これが一体何を意味するかというと、今世の中に広まっている就活の情報というのは基本的に従来のメンバーシップ型雇用に対応したもので、鵜呑みにしていてはジョブ型雇用にシフトしようとしている今の就活で大失敗するリスクが非常に高いということです。では具体的にどのようにシフトしようとしているのか。メンバーシップ型雇用の時代というのは、極論言ってしまうと事例一つで平気地で飛んでいけるような会社の言うことに忠実な何でも屋が求められました。つまり会社に合う人間かどうか、忠誠心があるかといったような人物を重視した採用基準だったんです。しかしジョブ型採用では配属先が決まった上で採用が行われるため、期待される仕事に対するスキルがあるかという能力を重視した採用基準が取られています。求められるものは業務目標達成へのコミットです。社会人力やビジネス戦闘力を身につけていることが重要になってきます。とはいえ、完全ジョブ型雇用に切り替わるのであれば、即戦力かつスキルベースの新卒採用になるはずなんですが、日本はまだシフトしようとしている真っ只中であるため、現状そこまで振り切れていません。しかし即戦力かつ会社の業務レベルで貢献できるかどうか、ここに大きな比重がかかってきているんです。結論、どういうことかというと、現代の就活では学生時点で即戦力になって貢献できるスキルを持っているかを見られているのではなく、入社ほどなくして業務内容を意欲的に吸収し成長し活躍できる人物であるかどうかが見られています。
つまりポテンシャルとしてビジネス能力を持っていることを選考の過程で証明する。これがメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へとシフトしようとしている現代の日本の就活で必要なルールなんです。超重要なことなのでもう一度言います。ポテンシャルとしてビジネス能力を持っていることを選考の過程で証明する。これが就活をしていく上で全ての前提になってきます。ルール2、一括採用から通年採用へのシフトです。ちょっと恐ろしい話なんですが、これは今後の就活でライバルが増えていくこと、さらにライバルが強くなっていくことを意味しています。とはいえその分チャンスも巡ってくるから期待しておいてください。少し背景をお話しすると、これまでの日本では新卒一括採用が基本となっていました。就活の期間を限定することで学生が安心して学業に専念できるという配慮から就活時期に制限をかけていたんです。企業は原則3月まで採用に関する広報活動をすることができません。3月に情報が解禁され、6月まで内定を出せない決まりとなっていました。しかしこれらの決まりは日系大企業に限られるものなので、外資系企業やベンチャー企業は決められた期間以外にも採用活動を行い、有望な学生を囲っていました。対して日系大企業は就活動関係ないと言い張って、3年時の夏休みや冬休みにインターンシップっていう名の早めの採用活動を行っているのが現状です。メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への解説でもお伝えした通り、現状就活生はポテンシャルで採用されています。新卒採用者は良くも悪くも社会人基礎スキルやビジネス戦闘力がないものと過小評価されがちです。現実を言うと所詮学生だと高をくくられてしまっています。ということは期待値が低いので、少しでもそれを上回ることができれば一気に優秀であると判断してもらうことができるわけです。期待値が低いからこそチャンスなんです。今皆さんそんなの無理だよって思ったりしませんでしたか？全然やります。余裕です。確かに学生視点で見てみると、すでに超一流企業から内定もらっていたり、難しい資格をたくさん持っていたり、様々な貴重な経験を積んでいたり、そんな学生のライバルを見ると大きな差を感じてしまうかもしれません。どこか諦めてしまっている学生も多いかと思います。でもこれらって所詮学生視点の凄さでしかないんです。仮に今僕らが小学生を評価したとして、多少頭のいい生徒いるかもしれませんが、正直そこまで一人一人の差は感じないかと思います。人事が学生を評価するときも同じで、企業目線で見てみると社会人を経験したことない学生に大きな差なんてことは全く感じないんです。どんぐりの背比べにすぎません。すごい経験がなくたって全く問題ないんです。スポーツで全国大会に出場したとか、大きな学生団体でリーダーを務めただとか、確かにすごいですが、いずれも入社後の業務には直結しません。今皆さんが持っている経験から自分のポテンシャルを見出し、仕事に活かせることをアピールできるかが重要なんです。すごい経験がないという方安心してください。学生視点の優秀さと企業視点の優秀さは全然違うので大丈夫です。振り返ると、一括採用から通年採用のシフトが進むことによって就活のライバルが増え強くなっていきます。しかし企業視点になって、今皆さんが持っている経験から自分のポテンシャルを見出し、仕事に活かせることをアピールできれば、このピンチはチャンスに変えることができるんです。ルール3、オフラインからオンラインのシフトです。これまた耳が痛くなるような話なんですが、就活の選考過程でオンライン化が進むことによって、またまたライバルが増えていきます。もうどんだけライバル増えるんだって話ですよね。でも先ほどお伝えした通り、その分きちんとチャンスを巡っていますし、チャンスをものにする方法も今回きちんとお話しさせていただくので、ぜひ期待しておいてください。言うまでもないですが、新型コロナウイルスは社会の形を大きく変えました。就活の選考過程においてはオンライン化が進み、それまで一般的になかったオンライン説明会やセミナーが行われるようになったかと思います。ではオンライン化が進むと、なぜライバルが増えていくのか。それは場所と時間の制約がなくなるからです。今の学生たちにとっては大変想像しにくいかと思いますが、昔前までは企業の募集情報を探すのも応募するのも全て紙で行われていました。さらに面接は対面が基本であったため、地方の学生が都市部の企業に応募する場合は移動の面でどうしても不利になってしまっていたんです。当然数多くの都市部の企業を受けることは時間的にも金銭的にも非常に難しかったかと思います。しかしオンライン化が普及した今、移動時間も交通費もかからないため、地方学生たちはスケジュールさえ合わせれば数多くの企業を受けられるようになりました。以前は対面による面接が基本であったため、地方の学生が都市部の企業に応募するには移動の都合でどうしても不利になっていたんです。金銭的にも時間的にも数多くの企業に応募することは難しかったと言えるでしょう。就活のオンライン化はそういった地方学生の悩みを全て解決したんです。情報収集もしやすくなりましたし、移動面でも随分楽になったかと思います。もちろんこれは地方学生に限った話ではありません。つまり答えは、就活1人当たりがエントリーできる企業数が増えたことにより、今後の就活はより一層ライバルが増えていくということです。以上が就活完全ロードマップ第1段階のアービトラー就活のルールを知るの内容になります。
ルール1、メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へのシフト。ルール2、一括採用から通年採用へのシフト。ルール3、オフラインからオンラインへのシフト。これらが今後の就活にどのような影響を及ぼすのか、なぜライバルが増えているのか、知っている就活生と知らない就活生では結果的に絶望的な差が生まれてしまいます。第2段階以降でお伝えするのは、それに対して皆さんがどう対策をすればこのピンチをチャンスに変えられるのかという内容です。ネット上に散らばっている就活対策が通用していた頃から時代も大きく変化しましたし、変化したことによって企業に求められるものも大きく変わっていることはまずは覚えていただければと思います。次に第2段階ブリーチ、企業視点を持つ、こちらの内容に入っていきます。そもそもなんですが、企業はただ単に優秀な学生を求めているわけではありません。就活生の中にはすごい経験が必要だとか、すごい資格を持っていると良いだとか勘違いされる方が非常に多いですが、これは間違いなんです。もちろん全てが間違っているわけではありませんし、評価を得られる対象ではありますが、全然本質的ではないんですね。就活のルールを知った後は企業視点を持つということをしていきましょう。企業の気持ちになって、人事が本当に求めている人材はどんな学生なのかを理解していただけます。皆さんのやるべきことは、企業から求められている要素に対して自分の持つ経歴や今までやってきたことを当てはめて話していくだけなんです。だからすごい経験もすごい資格も効果対象にはなりますが、企業かと聞かれるとそんなことないんですよね。恋愛とかに例えると分かりやすいかと思います。結局相手の気持ちになれるかどうかという点が大事なんです。男性が女性にアプローチしたとしても、女性視点を持って女性が本当に求めていることをアピールできなければこれは実りません。車に全く興味がない女性に対してハイスペックな高級車を持っているとアピールしても意味がないですね。就活であっても企業視点を持って企業が本当に求めている人物に近づけなければ、いくら優秀であっても、いくらすごい経験を持っていたとしても、いくらすごい資格を持っていても、企業視点で考えると魅力的な存在ではないと言えます。だから企業の気持ちになって、企業が本当に求めている学生というものを知ることが必要なんです。企業から求められている要素に対して自分の持つ経歴や今までやってきたことを当てはめて話すといったことをやっていきましょう。では具体的に企業はどんな学生を求めているのか、今回企業視点になって5つの要素に分解したのでご紹介します。1つ、フューチャーバリュー、将来にわたって活躍できる人、成長可能性を感じるか。2つ、インテリジェンスクオシエント、部下としてすぐ仕事ができる人、頭の良さを感じるか、俗に言う IQ ですね。3つ、エデュケーショナルクオシエント、一緒に働きたいと思う人、人間的魅力を感じる。4つ、カリキュラム VTI、 面接官が他の社員に推薦しやすい人、客観的な経歴や実績を示せるか。5つ、アドバーシティクオシエント、どんな時も折れずに働ける人、タフさを感じるか。これらの要素を総合的に高く評価されることが重要なんです。では1つずつ解説していきます。 FV、 フューチャーバリュー、将来にわたって活躍できる人、成長可能性を感じるか。企業が学生に求めている要素の1つ目です。そもそもなんですが、全ての企業が持つ目的っていうものを考えてみてください。企業は世の中の課題を解決し、目指すべき世界、いわゆる独自で掲げているビジョンやミッションに向けて進んでいきます。人事の人間が一緒に働きやすそうな学生を探しているとか、そんな次元の話ではありません。利益を出して長期的に企業価値を向上させ続けるために存在し、経営戦略が練られているというわけです。その戦略の中でも人事戦略は最も重要であると言っても過言ではないでしょう。企業が将来的に成長するためには、それを動かす人も成長していかなければなりません。だから成長可能性を感じる学生が重宝されるんです。あなたが野球チームを強く成長させたいならどうしますか。練習をたくさんして選手に成長してもらいますよね。そう、選手の成長がなければチームの成長も望めません。企業だって全く同じ。人が成長するから企業が成長するし、ビジョンやミッションに向けて進んでいくことができるんです。面接対策で学知化を考えるときなんかにも、自分が頑張ったこと、努力したことによって大きな成長を得られたエピソードを話せたりすると、成長可能性を感じてもらえたりしますよね。だから企業は利益を出して長期的に企業価値を向上させ続けるために、人の成長可能性というものを重要視します。すごい経験、すごい資格、一切不要です。高い場所へ進んでいく推進力があるか、主体的に行動し自立して学んで生きる資質があるか、どんなに些細なことでも企業にこのような成長可能性を感じさせることができれば OK です。次、 IQ、 インテリジェンスクオシエント、部下としてすぐ仕事ができる人、頭の良さを感じるか。企業が学生に求めている要素の2つ目です。そもそも皆さん、まさか変更の際に関わる面接官は全員人事部だと思っていませんか。これ大間違いです。普段は全く別の業務をこなしながら、一時的に面接を担当する社員もたくさんいるので、彼ら人事部以外の人間をどう攻略するかも大変重要になってきます。
社員たちにとってはこれから部下になる可能性が高い人間を選んでいるという感覚です。つまり上司視点になった時、部下としてどれほど仕事がしやすいかを見極められています。そこで求められるのが論理的思考力です。勘違いしないでいただきたいのが、学歴や勉強なんてものは全く評価されません。まずは入社して間もなく、仕事を早く正確に覚えることができるか、教えた仕事を要領よく吸収することができるか、与えられた仕事に対して責任を持って業務を全うできるか、面接官にこの人に任せれば大丈夫だというふうに思ってもらえるかが重要です。このように思ってもらうためには、天候の中で仕事をきっしりこなせる頭の良さをアピールする必要があります。もう一度言いますが、学歴や勉強は評価対象になりません。求められるのは論理的思考力です。論理的思考力で自らの頭の良さをアピールして、自分に仕事を任せても大丈夫だということをアピールしてください。では具体的にどのようにすれば論理的思考力を示すことができるのかをお伝えします。それは結論から言うことです。それだけって思われた方も多いかと思います。実際に面接の場でこれができていない人が本当に多いです。例えばこの質問、趣味は何ですか。私は毎朝30分のランニングをしており、それを365日欠かさず行っています。体を動かすことも好きですし、朝日を浴びることで、というような感じで回答をされたらどうでしょうか。なんとなく言いたいことわかるけど、結局趣味ないってなりません。走ることが趣味なのか、体を動かすこと自体が趣味なのか、ランニングをして朝日を浴びたいのか、少々不明確かと思います。だから結論から言うんです。プレップの法則とも言ったりしますが、結論、理由、具体例、結論、この順に話すことで説得力は爆上がりし、論理的思考力もアピールできます。趣味は何ですかの質問に対して、こんな回答はどうでしょう。はい、私の趣味は朝のランニングです。朝早起きをしてランニングを行うことで、毎日気持ちよく一日のスタートを切れるため、365日欠かさず行っています。高校時代陸上部に所属していたこともあり、走ることは大好きです。さらに朝の空気がすっきりして気持ちがいいのと、朝日を浴びながら体が温まっていくような感覚も癖になっています。私にとって朝のランニングは大切な趣味です。いかがでしょう。すごく整理されて分かりやすくなったかと思います。最初に結論を明確にして、これから何の話をするのかを提示する。その後になぜその結論に至るのか、理由を伝える。さらに具体例や自分自身の実体験を使って理由を裏付ける。最後にもう一度結論を言って締める。面接の場で何か回答を求められた際には、これを徹底するだけで説得力が爆上がりし、論理的思考力もアピールできるので、絶対に覚えておきましょう。あとおまけなんですが、反応遅くなんかも有効ですね。なぜ他社ではなく弊社なんですか。理由は3つあります。こう答えられたら、ちょっと信憑性が高いように感じませんか。1つや2つだと根拠が弱く感じられやすいんですが、3つにすることによって記憶に残りやすく、インパクトを与えられるというテクニックです。内容が整理されてまとまった印象も感じますね。結論から言う、反応法則を使う、論理的思考力をアピールするには、どちらも非常に有効なので、ぜひ活用してみてください。次、 EQ、 エデュケーショナルクオシエント、一緒に働きたいと思う人、人間的魅力を感じるか、企業が学生に求めている要素の3つ目です。採用担当者は面接の中で同じ会社で働くメンバーの候補を探しています。会社を盛り上げていける仲間になり得るかどうか押し上がっているんです。そこで超重要なのが人間的魅力になります。仕事は基本的に人と人とのコミュニケーションのもと回っていきますよね。ここでは他者から好感を持たれ、可愛がられることが大切です。一緒にいて気持ちがいい性格と、社会人としての正しい立ち振る舞いを身につけていかねばなりません。自分の今の感情を理解し、コントロールする能力が必要になります。具体的には、社会人として円滑に過ごすためのコミュニケーション能力が求められるんです。では、ここで質問。皆さんの知り合いの中から、コミュニケーション能力の高いと思う人、一人、今、頭の中で思い浮かべてみてください。友達でも先輩でも家族でもいいです。思い浮かべましたか？おそらく、誰とでも簡単に打ち解けてしまうような、クラスの人気者を想像した人が多いかなと思います。しかし、社会人で求められるコミュニケーション能力っていうのは、皆さんの思うそれとは全く違うってことをまず理解してください。友達同士でのコミュニケーションが上手いからといって社会人として優れているとは限りませんし、逆に友達同士でのコミュニケーションが苦手な人でも社会人としてのコミュニケーション能力が高かったなんてことは十分にあり得ます。今皆さんに求められているものは組織の構成員としてのコミュニケーション能力なんです。組織というのは上の決定に対して下の構成員、つまり社員が手足を動かすことで回っていきます。構成員がいちいち反発をしていたら組織は機能しません。だから素直な人間は評価が高い傾向にあります。もちろん意見を言うことは良しとされますが、決定に従わない行為や文句を言う行為は組織の構成員としての役割を果たせない人間の態度であるため、選考の段階で弾く必要があるというわけです。
そもそも上と下とでは見えている状況や経験値が違います。下の構成員から見たベストと上の人間から見たベストが異なるというのはよくある話でしょう。それらをきちんと理解した上で指示に対して気持ちよく返事をする、素直に実行してやりきることができる、こんな人間を企業は求めているんです。次、 CV カリキュラムバイアス、面接官が他の社員に推薦しやすい人、客観的な経歴を示せるか、企業が学生に求めている要素の4つ目です。実はここに採用担当の裏事情が絡んでくるんですよね。そもそも面接官の権限は担当する選考のみに限定されています。担当する選考において合否を決める権限を持っていたとしても、その後は次の担当者にバトンタッチしなければなりません。二次面接でどんなにいいと思った就活生がいたとしても、三次面接で落とされてしまうなんてことだってザラにあります。ではなぜ面接官が他の社員に推薦しやすい人が選考で有利になるのか、ぶっちゃけてしまうと、これは完全に面接官側の都合であり、企業の採用プロセスで必ず生じてしまう問題なんです。採用担当者が候補者を次の選考に挙げる際には、社内でプレゼントを行い、その理由を共有する説明責任が発生します。採用担当者が個人的に大きく評価をした就活生がいたとしても、説明責任を果たしにくい場合、選考を通しにくいといった事情があるんです。採用担当者の上司の立場になってみてください。選考を担当した社員にある就活生を評価した理由を聞いたとき、雰囲気的に根性があると感じたからです、なんて言われたら、主観的すぎて根拠が分かりにくくないですか。だから採用担当者は就活生を見るとき、採用した理由を上司にどう説明するかまで考えているんです。そして説明責任を果たす際に最も分かりやすいのが、客観的に示せる経歴になります。例えば確固たる実績や数字やデータで客観的に示せる経歴があることです。上司の立場になったとき、根性があると感じたから評価したと担当者が説明されるよりも、フルマラソンを完走した経歴から根性を感じたからと伝えられた方が腑に落ちますよね。同じくらいの評価をつけた就活生がいても、学歴が高い就活生が選考を通りやすいのも同じ理由になります。聞いたこともない大学の人間を採用してうまくいかなかった場合、責任を問われるのはその面接官なんです。高学歴の学生が仮に使えなかったとしても、社内で大きく責任を追及されるようなことは考えにくいでしょう。つまり新卒採用の選考は面接官の評価にも直接関わってしまうため、就活生はどうしてもその点を理解する必要があります。だから上に通しやすい目に見える社会的な実績や客観的に示せる経歴が重要となるんです。最後、 A 級アドバンスティックウォッシュ、どんな時も折れずに働ける人、タフさを感じるか、企業が学生に求めている要素の5つ目です。現代において働き方を少しずつ多様化してきていますが、基本的に1日8時間以上週5日働くことが多いかと思います。そしてこれをずっと続けていく、仕事はマラソンのようなものと考えるのが良いでしょう。だからこそタフさが求められるんです。もちろん大学のように長期の夏休みや春休みなんてものはありません。人には調子のいい時も悪い日もありますが、それとは関係なく一定水準のパフォーマンスを発揮しなきゃいけないのが社会人です。さらに近年では離職率が上がっていることも問題視されています。採用にも研修にも大きなコストがかかっているため、なるべく長く活躍してくれる人間を企業は探しているんです。企業が皆さんにタフさを求めているのは、何年何十年と一緒に働くことを視野に入れているためと言えるでしょう。当然ですが、働き始めるとあらゆる角度からストレスがかかります。まずは新しい仕事に、新しい環境、新しい人間環境も築いていかなければなりません。さばききれないタスク量に苦しめられることや、成果を上げなきゃならないというプレッシャーを感じることもあるでしょう。人間なんて 100% のパフォーマンスを発揮できない日も必ずありますし、ストレスが尽きることはありません。体力も必要ですし、時には気合でどうにかしなければならない状況もやってきます。社会人になるというのはこういうマラソンを走るということなんです。プレッシャーのかかる場面でのストレス耐性、自分自身をコントロールする方法を持っていることなど、困難を乗り切る力が重要になってきます。ストレスを避ける力や、へこんでもすぐに立ち直れる力も求められるでしょう。心身ともに健康であり続け、その上で成果を上げられることを企業にアピールできなくてはなりません。ここまで第1段階、就活のルールについて学び、第2段階で企業支援というものが理解できたかと思います。いよいよ第3段階は自分の価値を見出すための内容です。実際に選考準備を行うフェーズに入っていきます。やりたい仕事が見つからなかったり、待つ時間がなくて困っていたり、これらの根本の原因は自分の価値を見出せていないことにあるんです。そもそも自己分析ができていないとも言えるでしょう。就活生の中にはその重要性が理解できなかったり、やり方が分からず適当に済ましている方も多いかと思います。就活生の 99% はここで大きな間違いを犯しているんです。本質的に就活の選考を突き詰めていくと、次の2つに集約されます。それが自己 PR と志望動機です。
皆さんがこれからやっていく就活対策あるかと思います。自己分析や業界分析、職種分析や企業分析など、これらは全て最終的にこの2つの精度を高めるための過程とも言い換えられるでしょう。結論、これらを完璧に準備することができれば内定の獲得は容易になってきます。自己 PR は自己分析を突き詰めた先に見えてくるものです。自分を知り、企業を知るからこそ本当の意味で志望する企業が見つかっていきます。それが志望動機にもなるわけです。自分自身を深く知らないままではうまく自己 PR ができず、志望動機も浅いものになり、内定からどんどん遠ざかります。運よく内定を獲得したとしても、就職先とのミスマッチを起こし、心身ともに疲弊する結果となるでしょう。自分自身のことをよく理解できれば、やりたい仕事がどういうものなのか明確になり、企業選びがしやすくなります。業務レベルでも続けて苦にならないことや楽しめることを見つけやすいんです。自己分析は就職活動だけでなく、社会人として生きていく上で大変重要なものとなってきます。転職活動をするときにも、まずは自分を見つめ直すことから始まるって知ってましたか？これらの内容はきっと皆さんの人生を切り開く良い機会になるはずです。就活はまず自己分析からなんてよく言いますが、就活生の 99% がそもそものやり方を間違えています。よくアンケートに答えて診断結果を待つような自己分析ツールもあったりしますが、正直気休めにもなりません。大学なんかでも自己分析が大事なんて言ったりもしますが、具体的な内容の説明なんてほぼないかと思います。ぶっちゃけ質問量も全く足りないです。だから仮に内定が決まり、無事就職ができたとしても、入社後にミスマッチを感じる人が山のように存在しています。将来そうならないためにも、自己分析で絶対手を抜かないようにしてください。自己分析は分解して3つの手順に分けることができます。それが自己発掘、自己決定、自己 PR です。簡単に説明すると、自分の過去を分析することが自己発掘、将来に見据え意思を持って方向性を決めることが自己決定、過去の分析と将来の方向性を踏まえ現在の自分を表現するのが自己 PR となります。これらを順番にこなしていくことが大切なんです。自己分析の一つ目の手順は、自分の過去を分析する自己発掘になります。自分自身の過去を思い出し、どのような思考や行動をしてきたかを整理していくことです。そして過去を整理していくことによって新たな価値を生み出すことができます。辛かったことも失敗したことも、その経験をバネとすることでプラスの意味に変えていけるはずです。採用担当者が挫折した経験について質問したりするのは、その挫折をバネにどのような価値や成長を得たのかを知りたいからと言えるでしょう。自分は能力が低い人間だ、自分には強みがないというように、自分自身の可能性を簡単に捨ててはいけません。まずは人間そう簡単に変われないという固定概念を捨てることから始めてください。過去を整理して自己発掘することで、皆さんは自分が知らない自分の価値を見出すことができるんです。では具体的にどのように作業を進めていくか解説していきます。結論、このシートを埋めていくだけです。我々が実際に就活支援で使っているこれらの自己発掘シートを、今回皆さんに無料でプレゼントさせていただきます。受け取りは概要欄の公式 LINE に登録するだけです。自己発掘のための問いかけを網羅的に設定しておいたため、皆さんはそれぞれの項目に対して具体的事象、理由、洞察、影響、獲得能力を順に思い出し書き込んでみてください。多分ピンとこない方も多いと思うので、一つ例を用意してみました。例えば問いが嬉しかっただとしましょう。実際にやってみます。まずは事例、どんな経験や出来事があったかですね。小学校5年生の時、運動会の徒競走で1位を取った経験だとしましょう。次に理由、じゃあなんでこの経験が嬉しいと感じたのかです。ライバルだと思っていた子に勝てたから絶対嬉しかったと思います。そして洞察、嬉しかった理由の先にある自分自身の本音だったり気質なんかを考えてみてください。自分より才能があると思っていた人間を努力で打ち負かしたことで嬉しさを感じていた。さらに影響、その経験や出来事によってどのように自分が変わったかです。多少格上の相手がいたとしても努力で打ち負かせるという自信がついたとか。最後、獲得能力、結果的にどのような成長があり何ができるようになったかです。大きな壁にぶち当たったとしても努力で乗り越えることができるようになった。どうでしょう、具体的にイメージできたのではないでしょうか。過去を思い出し分析していく、これが自己発掘なんです。自分の知らない自分を知ることができ、さらに強みや弱み、その他自分自身の本性となる部分を見出すことができてくるでしょう。自己分析の2つ目の手順は、将来を見据え意思を持って方向性を決めていく自己決定になります。自分自身の過去をきちんと分析した上で、あなたが本当はどんな未来を望んでいるのかを考えていきます。就活のお悩み第1、やりたい仕事が見つからないというのは、この自己決定ができれば難なく解決できるでしょう。具体的な内容をお話しする前に、就活生のほとんどが陥ってしまう罠があるので、これを先に押さえていただきます。結論、その罠とはベストを選択しようとすることです。ベストがいい決まってんじゃんって思いましたよね。
ね。人生の大きな選択だからすぐに決められないと言ってずるずる何にも決められない就活生がめちゃくちゃ多いんですが、ぶっちゃけまだ社会人経験もない就活生が今ベストな選択をできる可能性は限りなくゼロに近いでしょう。ベストを選ぼうとする人ほど方向性がなかなか決まらず沼にはまってしまいます。だから皆さんが今選択すべきはベターなんです。現時点で最大限考え抜いたベターを選択するようにしてください。そしてベターを更新し続けることで成長していきましょう。人生の方向性が変わることは決して珍しくありません。むしろ成長していくことで方向性や目標、望む未来が変わっていく方が自然かと思います。成長した結果1年前と180度違うことを言っていても全く問題ないんです。つまらないプライドや意地で望む未来を見て見ぬふりをする方がよっぽど危険だと思いませんか。志望業界や志望企業が成長を通して変わることは珍しくないですし、それはただ自分自身のベストに一歩近づいただけです。人生を長い目で見てベストを目指していく、そのために今は現時点のベターを選択していくように意識しましょう。それでは本題に入っていきます。就活のアピールは次の3つの要素を満たしていると理想的です。それが Will、Can、Mustになります。 Will、 自分が将来どうなりたいのか、何がしたいのか。 Can、 自分はどんな能力があるのか、何が得意なのか。 Must、 企業は何を期待しているのか、何が求められているのか。正直就活生が今この3つを完璧に満たすことは難しいと思いますが、問題ありません。先ほども言いましたよね、ベターでいいです。3つきちんと満たせばベストですが、まずは現時点でのベターを考えていきましょう。これからやっていく自己決定は3つの要素の1つ、主に Will の部分になります。具体的には20代から60代、それぞれの時点で考えられる自分の最高の姿をイメージしてみてください。自分が将来どうなりたいとか、何がしたいとか、具体的に思い浮かべることができればゴールから逆算してどう実現していけるかを考えることができます。では実際の作業を進めていきましょう。自己発掘に続き今回自己決定のシートもご用意しました。こちらも今動画をご覧になってくださっている皆様に概要欄の公式 LINE から全員にプレゼントしています。それぞれの項目に対して想像できる自分の最高の姿をイメージして書き込んでいってください。年収や働き方、ライフスタイルから家族のことまで詳細に書き込んでいくことが大切です。最高の姿、いわゆる理想がイメージできたら、まずは現状を把握する。なぜ理想の姿に慣れていないのか、課題を分析する。課題を解決するために必要な改善策を考える。改善策をもとに具体的なアクションを起こす。これらの5つのステップを繰り返していきましょう。これこそ自己決定か、それを実現するために必要なんです。自己分析の最後の手順は、過去の分析と将来の方向性を踏まえ、現在の自分を表現する自己 PR になります。就活生の中には、いきなり自己 PR を考えようとする方が非常に多いんですが、決まって中身がスカスカです。自分の過去と理想の未来が明確になっていない状態で現在の自分を表現することは大変困難と言えるでしょう。食材が揃っていないまま料理を始めている、そんな状態をイメージしてみてください。だから無駄に時間がかかって悩みまくっている就活生が多いんです。自己 PR の中でもまず重要となる自分自身の強みを導き出すためには、まずプロダクトアウトとマーケットインという2つの考え方が必要となってきます。この2つを掛け合わせることで皆さんの強みはより強固なものとなっていくでしょう。簡単に説明すると、プロダクトアウトとは会社が作りたい商品を作り世に出していくようなやり方です。良い商品を作れば売れるだろうという発想になります。就活に当てはめると、就活生自身の経験をもとに自分のいいところを押し出して PR するようなイメージです。一方マーケットインとは、世の中から求められていることを商品にしていくようなやり方となります。ニーズがあるのならある程度売れる可能性が高いとも言えるでしょう。就活に当てはめると、企業が求めている強みや能力に合わせて自己 PR をするという発想です。しかしマーケットインの考え方には一つ注意点があります。これは求められているものから自分に当てはめていく方法であるため、最初からマーケットインの思考だけで自己 PR を作ってしまうと、どうしても薄っぺらい自己 PR になりがちなんです。だからここにプロダクトアウトの考え方を掛け合わせていきます。自己発掘と自己決定が徹底されている人なら、仮にマーケットインで自己 PR を考えたとしても芯の通った回答ができるようになるでしょう。むしろ企業が求めるものに近づきながら、言葉にできていなかった自分の奥底にある強みを引き出して自己 PR につなげることができるんです。自己発掘と自己決定が徹底できているかどうか、ここで絶望的な差が生まれるとも言えます。こちらのシートを使い、マーケットインをベースとして自身の強みを整理してみてください。あなたの自己 PR をより強固なものにしていきましょう。ちなみに面接が始まると、よく就活の
軸は何ですかという質問をされたりしますが、考えてみてください。そもそも軸って何ですか。答えを言ってしまうと、軸とは過去と現在をつないだ線のことです。まあピンとこないですかね。例えば過去、高校時代にスポーツの強豪校でプレーをしていて、現在大学でも一流が集まる研究室で共同研究をしていたとしたら、レベルの高い環境で切磋琢磨しながら自分を高めることが一つの軸とも言えるかもしれません。自分自身で気づいていないだけで、皆さんにはこれまでの人生の選択において一貫した軸というものを持っているはずです。自己発掘や自己決定はその軸を探し出す作業の一つにもなります。上っ面の回答を考えるのではなく、自己分析を通して正しく自己 PR していきましょう。志望動機も自己 PR ができるチャンスの一つかと思いますが、そもそも志望動機って何を表すものかご存知ですか。答えはあなたと企業との間にある強い接点を表すものです。要素を分解すると 3×3 で9つあります。あなたのビル、キャン、マストに対してそれぞれ最適と思われる業界、職種、企業を当てはめていきましょう。一つ一つのライン上にどのようなつながりがあるかを深掘ってみると、自分と合う面白い組み合わせの企業も見えてくるかもしれません。ではこれから志望動機作成の3ステップについて解説していきます。ステップは自己発掘、自己決定、自己 PR のフローで自己分析を行い、 Will、Can、Must を明確にしていってください。先ほどもやっている部分なので割愛しますが、今一度 Will、Can、Must に当てはめて自己分析の内容を整理するといいですね。ステップ2、業界や職種、企業を知る。ここから説明させていただきます。志望動機作成のステップ1、自己分析が終わったら次はステップ2の業界分析、職種分析、企業分析の3セットです。ここをサボると志望動機がぼんやりとする上に、自分が本当の意味で志望する企業が見えてこなかったりするため、徹底リサーチを心がけましょう。まずは業界分析。どういった業界なのかという基本情報、業界における代表的な企業を指すメインプレイヤー、どこからどうやって稼いでいるのかという収益モデル、生産から消費までの流れに関わる諸活動と、その流れに直接関わらない支援活動から構成されるバリューチェーン、業界の総売上である市場規模や占有割合であるシェア、業界の流行や動向を示すトレンド、以上6項目。次に職種分析。どのようなことをして働くのかという仕事内容、身につけたり必要とされるスキル、どのようにキャリアを進んでいくのかというキャリアパス、その職種が活躍できる業界、働き方、トレンド、以上6項目。最後、企業分析。設立年、社員数、事業内容、理念などの会社概要、売上、営業利益、ROE、PR などの過去3年財務分析、収益構造や経営戦略を含めたビジネスモデル、競合他社を含んだ業界でのポジション、強み、弱み、機会、脅威で会社の内部外部要因を見るSWOT分析、会社が取り扱っているコアな技術や製品分類、種類などを特定する主なプロダクトサービス、どのような人が多く活躍しているのかというカルチャー、業務の流れがどのようになっているのかという業務フロー、以上8項目です。めちゃくちゃ大変ですね。でも絶対にサボらないように、自分を知って、業界を知って、職種を知って、企業を知って、初めてその中で自分にぴったりな仕事が分かります。自分が本当に望む未来も見えてくるでしょう。私は外資系投資銀行に勤めていたこともあるため、ここらの分析の重要性を痛いほど知っています。ちょっとレベルが高いお話をすると、実はビジネスモデルを見るだけでその企業の社員がどのような働き方をしているのかはっきりと想像することもできるんです。志望動機を明確にしていくために、そして入社後の企業とのミスマッチのリスクを減らすためにも、まずはこのリサーチを丁寧に行ってみてください。ここまででステップ1、自分の Will、Can、Must を明確にして、ステップ2、業界、職種、企業の分析をしてきました。いよいよステップ3です。やることは簡単。自分の Will、Can、Must に対してぴったり合った業界、職種、企業を探していってください。皆さんも一緒にイメージしてみてください。ステップ1で自身の Will、Can、Must を明確にしました。たどり着いた答えがこちら。あなたもきちんと自己分析を実践すれば、このような自分の本性、答えが必ず浮き出てきますので安心してください。ステップ2では、業界、職種、企業を分析して、自分が興味持ったものをそれぞれピックアップしていきます。では仮に広告業界、営業職、某 CA 社に対して興味を持ったとしましょう。ここでそれぞれの強い接点を探していくんです。就活生 A 君の Will、Can、Must を見てみると、接点が強いものがきちんとありますね。 Will の世に埋もれた商品サービスの魅力を社会に届けていきたい、 Can の相手のニーズを汲み取り真に望む成果を埋めるようにクリエイティブを創造するスキルを得たい、 Must の人を楽しませたいという熱量、これらは広告業界と就活生 A 君の間にある強い接点となります。営業職との接点はいかがでしょう。 Will の最前線で商品サービスの魅力を伝えたい、 Can の相手が話しやすい雰囲気を作り関係値を構築し悩みを理解する共感能力、 Must の顧客ニーズと課題を理解しその解決に最適な提案が求められる、某 CA 社との接点も探していきます。
ウィルド、新規事業の立案に携わりたい。キャンの、果敢に挑戦する積極性と、何事もやり遂げる責任感を活かせる。マストの、目標達成に向けた明確なビジョンを持ち、その実現に向けた強い意志を持つこと。つまり、就活生 A 君にとって今この状態は、業界、職種、企業ともに、価値観やビジョンの方向性がぴったりと合った最高の状態なんです。第一志望にあることは間違いないかと思います。このように皆さんがこれから実践する作業は、自分のウィルキャンマストを明確にし、それに対してぴったりと合った業界職種企業を探していくというものです。もちろん合わなかったら別のものを当てはめてみてください。思いもよらない業界職種企業と強い接点が見つかる場合もあり、調べた結果後から興味を持つことができたという事例もめちゃくちゃ多いです。入社後に後悔しないためにも、ぜひあなたにぴったりな企業選びを実現していきましょう。以上が第3段階自分の価値を見出すの内容になります。やりたい仕事が見つからなかったり、価値がなくて困っていたり、これらの根本原因は自分の価値を見出せていないことにあるんです。自己分析、業界分析、職種分析、企業分析ができて、その中で強い接点を探すことができれば全て解決できるかと思います。就活生の中にはその重要性が理解できなかったり、やり方が分からず適当に済ませてしまう方も多いでしょう。だから心の底から行きたい企業が見つからず、内定をなかなか取れないんです。就活生の 99% はここで大きな間違いを犯しています。自分自身を深く知らないままではうまく自己 PR ができず、志望動機も浅いものになり、内定からどんどん遠ざかります。運よく内定を獲得したとしても、就職先とのミスマッチを起こし、心身ともに疲弊する結果となるでしょう。自分自身のことをよく理解できれば、やりたい仕事がどういうものなのか明確になり、企業選びがしやすくなります。きっと皆さんの人生を切り開くいい機会になるはずです。第1段階で就活のルールを学び、第2段階で企業指定を知り、第3段階で自分自身を分析して、それに合った業界職種企業を探すということをしてきました。第4段階は実際に選考を突破するために必要な ES や面接に関するノウハウを解説していきます。これからの内容をきちんと実践し、採用担当者に一緒に働きたいと感じてもらうことが目的です。はじめに ES や面接に最も重要な概念についてお話しさせてください。それが再現性と一貫性です。正直これさえ押さえておけば大きく失敗するようなことはありません。企業はその就活生が会社にどれほど貢献できるかを推し量るために、再現性があるかどうかを見ています。仮に魅力的な強みや実績があったとしても、再現性がなければただの一発屋になってしまうからです。入社後も業務に活かせなければ意味がありません。つまり就活生は自分の強みやアピールポイントを喋るとき、いつでも何度でも使えるものや入社後にも応用可能なもの、そう、再現性が高いことも同時に伝えなければならないんです。長期継続していることが評価されやすいのはこういった背景があります。評価されているのは再現性です。例えば野球部に所属していて、全国大会で優勝した実績のある就活生がいたとしましょう。この場合は全国大会で優勝した実績自体が評価されるのではありません。だって野球の能力なんて別に業務で全く役に立たないじゃないですか。こういった実績が企業に大きく評価されるのは、採用担当者がその背景を想像しているからです。全国大会で優勝した背景には、辛いトレーニングを続ける継続力や、プレッシャーに打ち勝つ精神力、成果を追い求める目標達成力や、チーム一丸となる団結力が読み取れます。企業はそこに再現性を感じるから採用したくなるんです。そして ES や面接で重要な概念、もう一つは一貫性になります。面接は嘘つき大会だなんて言う人いますけど、普通にバレてます。それは嘘ついたりもったりするような人は一貫性が欠けているからです。よく他社はどこを受けていますかって面接で聞かれたりすると思います。これは一貫性を確かめる質問の大変良い例です。だって金融業の会社の面接で他社をどこを受けてますかって聞かれて、味の素とおろってですなんて言ったら、おかしいなってなりません？御社でこういうことをやりたいですって金融業界のことを話しているのに、他受けているのも食品業界ばっかりだったら嘘バレバレですよね。面接の質問回答だけではありません。 ES の代表も同じですし、面接中の態度も意識する必要があります。極端に言うと、語彙力ありますって言ってるのにボソボソ喋っていたりしたら信憑性に欠けますよね。だから全体を通じて一貫性が必要なんです。 ES の内容や面接の回答、面接中の態度、全てに一貫性があることが求められるでしょう。嘘をついたりもったりするような人はどっかで一貫性が欠けて矛盾が生じたりするので、簡単に落とされてしまいます。とはいえ、第3段階の自己分析、業界分析、職種分析、企業分析をきちんとこなすことができ
できれば自分の奥底にある本心を見出すことができるため、嘘をつく必要はないのでご安心ください。以上、 ES や面接に最も重要な概念を2つ、再現性と一貫性は常に意識してこれ以降の内容を進めましょう。ではこれより実際に選考突破するために必要な ES や面接に関するノウハウを解説していきます。一応最初にウェブテストについて少し触れておきましょう。ウェブテストは主に選考の一番最初に課されるものです。少し前の時代では筆記テストがメインでしたが、最近は企業はほとんどがウェブテストに移行しています。人気企業であれば倍率1000倍みたいなことも平気であり得たりするので、見込みの低い就活生をフィルターにかける役割や面接の回答との一貫性を確認する役割を担っているんです。ウェブテストの点を取れなかった人が努力して結果を出してきましたってアピールしても面接官に響かないですよね。ほとんどの人が勉強しない分、少し勉強するだけで上位に入れるのでコスパはめちゃくちゃいいです。そもそも特別難しいテストではないため、事前に必ず勉強しておいてください。では ES 対策です。 ES とはエントリーシートの略になります。自己分析を突き詰めた上で書くことが前提なんですが、そもそも ES はじっくりは読まれないという事実を知っておいていただきたいです。仮に採用担当者が応募された1200人の ES を確認することを想定してみましょう。丸々1週間かけた場合、かける時間は5日かける8時間で合計40時間です。1日で240名分の ES を確認する必要があり、就活生一人一人にかけられる時間はたったの2分となります。さらに言うと、評価を記録する時間など ES を見る以外の時間も含まれているため、実際には ES1 枚あたり30秒も見られないと考えた方が賢明でしょう。就活生からしたら何時間もかけて書いた ES だから、企業側もじっくりと読んでくれると勘違いしがちですが、実際そうもいかないんですよね。ではそれを踏まえて皆さんはどう対策すべきか。答えはシンプル。短時間で簡単に理解できる文章を書けばいいんです。何度も読み込んでやっと伝わるような文章は ES において適切ではありませんし、最悪全てに目を通してもらえなくなる可能性もあります。だから今回、短時間で簡単に理解しやすい文章を書くための魔法の法則をご紹介しましょう。それがプレップの法則です。プレップの法則とは、結論、理由、具体事例、結論の順で書くフォーマットのことで、この枠組みに沿って文章を構成すると分かりやすい文章が書けるようになるだけではなく、説得力も高まります。もちろん面接の回答で応用することも可能です。例えばこんな感じ。はい、私の趣味はドライブです。なぜなら景色のいいところを車で走ったりすると気分が晴れ、明るい気分になれるからです。例えば先週は夕方海沿いを走ったりしました。就職活動で多少気が張っていたこともあり、良い気分転換になって良かったです。ドライブを通してストレスを発散できるので、これからも趣味として続けていきたいと考えています。どうでしょう、短時間で簡単に理解しやすい文章でしたね。まずは書いてみることから始めてみてください。一発で綺麗に書けることはまずありえないため、何度も書き直しながらクオリティを上げていくようにしましょう。 ES は大項目、中項目、小項目に分けてチェックしていきます。まずは大項目です。全体を見た時、構造がきちんと整っているのかを確認してください。建物と同じで構造が整っていないと簡単に崩れます。逆に構造がしっかりしていれば、あなたが本来伝えたいことを正確に企業にアピールすることが可能です。当然内定にも一歩前進。次のようにまとめてみましょう。結論、背景、目標、課題、成果、学び、貢献。まずは ES の設問に対して結論ファーストで回答します。設問が志望動機であっても自己 PR であっても同様です。この7つの構造、そして順番が重要であると言えます。当てはめていくだけで企業が求めている内容を分かりやすく伝えることが可能なんです。自己 PR の設問に対して簡略化した回答例があるのでご紹介します。こんな感じ。まず結論、私には高い目標を掲げ最後までやり遂げる忍耐力があります。自分自身にその強みを感じた背景にあるのは、大学から始めたトライアスロンで入賞できた経験です。目標は3年生までに入賞することでした。ぶつかった課題は、小学生以来スイミングをしていなかったため泳ぎが得意ではなかったことです。私はその課題を乗り越えるために毎日2キロ泳ぐというノルマを自分に与え、2年間毎日泳ぎ続けた結果、体力も強化され、3年時には優勝を狙えるほどの力をつける成果を得られました。どんなことでも根気強く正しい努力を続ければ成果はついてくるということを学んだのです。成果にこだわり、目標に向けて必要なことをきちんとやり遂げていく忍耐力を御社でも活かしていきます。いかがでしょうか。だいぶ簡略化した回答例ではありましたが、要点がすっきりとまとまっていて分かりやすかったかと思います。ぜひこの7つの構造に当てはめるように回答を考えてみてください。次に中項目、内容が適切に書かれているかを確認します。5点のチェック項目をクリアしましょう。1、つながりや文脈が論理的に通っていること。シンプルに分かりやすくするためです。先ほどもお話したように ES ではじっくり読んでもらえるようなことは基本的にないため、分かりにくい文章は当然適切ではありません。しかしなど、逆説の接続詞の後が反対の意味になっていないっていうのはよくあるミスです。
2、再現性と一貫性があること。これは ES や面接の重要な概念としてもすでにお話ししている通りです。3、誇張表現やパワーワードを簡単に使わないこと。強調したい気持ちもわからなくはないですが、絶対、すっごい、圧倒的などの言葉が入っているとどうしても持っているように捉えられやすいので減らした方が良いです。4、自分の考えや工夫などオリジナリティと具体性を加えること。サンプル調していましたという全く意味のないアピールをする就活生多いですが、大事なのはその先です。サークル長として何を成し遂げたのか、どんな壁にぶち当たったのか、どう乗り越えたのか、どんな学びを得たのか、そういったオリジナリティと具体性が必要となります。5、数字を入れること。サークル長をしていましたよりも100人規模のサークル長をしていましたの方がインパクトもありますし、印象が変わるかと思います。単純ですが数字を使うことでリアリティも感じられるでしょう。以上、5つのチェック項目をもとに中項目内容が適切に書かれているかを確認していってください。最後、小項目、細部までチェックを加えましょう。やれば誰でもできることなので、ミスがあると ES に対する真剣さや志望度が低いと判断されてしまいます。次の4つは必ず押さえておいてください。1、送り仮名、同音異義語、漢字とひらがなを揃える。二重否定、名抜き言葉になっていないかなどです。2、文体を統一する。デスマスなのか、デアルなのか、何々だなのか、文体が統一されているかどうかです。3、端的な文章にする。一文が長くなりすぎている場合は2文に分けるなどして工夫をしましょう。4、字数制限を厳守する。オーバーしないことが絶対条件ですが、字数制限の9割以上は埋めるようにしてください。仮に400字が制限なら最低でも360字以上です。ここまでが ES のチェックポイント、大項目から小項目までとなります。声に出して読んでみることで思わぬミスを発見できることも多いので、きちんと最終確認を怠らないようにしましょう。ここからは面接対策です。ぶっちゃけ就職活動は面接がうまくいくかどうかで大きく結果が変わってきます。面接官が考えていることは仕事ができそうか、そして一緒に仕事がしたいかというようなものです。そこで重要なのは面接官、その会社のどのようなポジションにいて、新入社員に対して社内でどういう関わり方する人なのかという目線を持つことです。面接官の特性は次の3つに分けることができます。1、新入社員と業務上密接に関わる位置にいる人。2、新入社員と部やチームレベルで関わる位置にいる人。3、全く関わることがない役職が高い人。それぞれの属性に対して重要な対策とアクションが変わってきます。まずは面接官が公正公平に評価をしてくれるという幻想を捨てることから始めてみましょう。1つ目の特性は新入社員と業務上密接に関わる位置にいる人です。これは一次面接などの若手や現場社員が担当するケースが多いでしょう。面接官はどんな人が部下に欲しいかという視点で就活生を見て、後輩や直属の部下になる人間を採用するつもりで面接に臨みます。面接官も公正公平な裁判官ではありません。一人の人間であるということを忘れないでください。すっごくリアルなことを言うと、素直に目の前の仕事に責任を持てる人か、先輩を立てられて一緒に働きたいと思える人かが重要視されます。こうした若手社員の面接官にとってどういう人を通すことが利益になるのかを考えてみましょう。さて、ここで問題です。天才だが性格が尖っている就活生 A 君と、面白みには欠けるが常識的な就活生 B 君がいたとしたら、どちらが一般的に採用されやすいでしょう。若手社員の面接官になった気持ちで考えてみてください。自分の部下についた時、どちらの就活生の方が働きやすいですか。上司に報告をする時、どちらの就活生の方が報告しやすいですか。そう、答えは B 君。面白みには欠けるが常識的な就活生です。問題ありそうな就活生を通過させてしまうと、上司になんであんなやつ通したんだ、ちゃんと面接したのかとも詰め寄られる可能性があります。つまり自分自身の評価が落ちるリスクがあるんですよね。仮に天才を採用できたとしても、若手面接官には特別リターンはありません。評価が上がるわけでもないし、給与が上がるわけでもない。むしろ能力で圧倒され、比較され、若手社員の評価を落とす結果にもなりかねないです。そればかりか、主張が強く尖った人を採用して何か問題が起きた際には責任を問われます。実際に部下になったとしても扱いにくく、自分自身にストレスがかかる可能性もあるでしょう。つまり若手社員の面接官にとって、天才だから尖っていて問題がありそうな就活生を採用するのは本当にリスクだらけなんですね。このような就活生は上司目線で見たとき優秀な人間ではないということを覚えておいてください。ここで求められるのは、上司の手間をかけずに業務を遂行できる、企業に馴染める範囲の優秀な人間なんです。2つ目の特性は、新入社員と部やチームレベルで関わる位置にいる人です。これは二次面接などマネージャークラスの中堅社員が面接官を担当するケースが多いでしょう。業務上直接やり取りすることは少ないかもしれませんが、同じ会社のチームとして存在してほしい人物を探しています。そこで最も重要視されるのは志望動機です。マネージャークラスにもなると個人の利益も大事ですが、組織やチームの利益を最大化しようとする意識が高い傾向にあります。そのため、なぜこの業界、この業種、この会社で働きたいと思っているのか、将来にわたって活躍できる人であるのか、ここに重きを置いているでしょう。組織やチームの利益でマネージャークラスの社員が
が求める人材は熱量のある社員や能力の高い社員になります。仕事に慣れてきて手の抜きどころが分かってきた既存の社員に刺激を与えられるような存在です。強い志望動機と熱量の高い人間であることをアピールしてください。ここでは第2段階企業視点を知るでもお話ししたような本質的に会社に貢献できる優秀さが求められます。最後3つ目の特性は全く関わることがない役職が高い人です。最終面接など役員や社長が出てくるケースが多いでしょう。就活生の意識が会社の理念と同じ方向を向いているかどうかが重要となります。役員や社長は具体的なスキルをさほど見ていません。見ているのは10年20年先に幹部候補となるような人間であるかどうかです。会社のビジョンと一致しているか、それに対して熱量を感じるか。役員クラスは会社に新しい課題を吹かせてくれるような新鮮を求めています。最終面接に近づけば近づくほど上司に立てつくようなタイプの就活生いなくなるというのがリアルです。当たり障りのない社員が多い中、噛みついてくる尖った若手には会社を変革してくるのではないかという期待を膨らませることもあります。ただしこういう反骨心を前面に出した噛みつき戦術は下手すると一発アウトになるリスクがあるので要注意です。会社のビジョンと一致していることをアピールし、それに対して熱量を感じさせるような方法が定石かと思います。しかしいつも通り面接を行い、このままだと落ちると感じた時に尖った方向性で攻めて挽回するような攻め方をしてみると良いかもしれません。ここでちょっと最近ではオンライン面接が増えているため、その対策術についても触れていこうと思います。結論、これらの8つに気をつけておけばオンライン面接対策は十分です。1、環境面、雑音のない静かな場所で行うこと。2、明るさ、ライトをきれいな状態に調整すること。3、通信環境、 Wi-Fi の接続テストを開始前に済ませておくこと。4、通信状況の確認、最初に聞こえているかどうか一言添えること。5、会話、相槌は声を出さずに行うこと。時間差で相手の声と被る可能性があります。あと会話の最後で以上ですを加えること。リアルよりも終わりのポイントが分かりにくいからです。6、緊張感、自分が喋っていなくても既に自分は見られているという意識を持つこと。7、目線、画面を見るのではなくカメラ目線、もしくはカメラの周囲を見ること。8、画角、アップになりすぎず引きすぎず画角に収めること。頭が切れない位置で肩まで映るくらいの大きさがちょうどよいです。以上8項目です。ここまで意識できている就活生では正直かなり少ない印象なので、できているだけでも好印象です。オンラインで自分をよく見せるために必ずチェックしてください。以上、就活の第4段階 ES や面接に関するノウハウの内容でした。おさらいすると、まず重要なのが再現性と一貫性を持って挑むことです。 ES はじっくり読まれないものなので、簡単で分かりやすいプレップの法則を活用してください。チェックの際は大項目か小項目まで分けて行いましょう。面接は担当者の属性によって対策方法を変え、相手がより求めている人物をイメージすることが大切です。就職活動は面接がうまくいくかどうかで大きく結果が変わってきます。あなたが志望する企業で内定を獲得したいなら、ぜひ一つずつ実践してみてください。いよいよ就活完全攻略第5段階まで来ましたね。ここではレバレッジ、内定したその先を考えるという内容でやっていきます。まずはじめに、就活生のほとんどがハマってしまっている大きな罠についてお話しさせてください。結論、それは就活のための就活をしているということです。どういうことかというと、目的と手段が逆転してしまっている人が多すぎるんですよね。皆さん、就活というものは本来何のためにありますか？自分が社会人として活躍できる意思を見つけて、将来にわたって活躍し、人生を豊かに幸せに生きることが目的であるはずです。なのに世の中の就活生っていつしか内定を取ることが目的となってしまってますよね。これが大きな落とし穴なんです。内定を受賞獲得したなど大量内定を自慢する人もいますが、内定の目的になっている典型的な例でしょう。一流企業から内定を取るとすげえすげえってなりますが、これもやめた方が良いです。確かにすごいことですが、一流企業で働けたからといってその人が幸せになれるとは限りません。自分のやりたいこと、目指したいこと、できるようになりたいことに対してどれだけ一致しているか、ここが就活で最も大事なポイントになります。内定のための就活するのではなく、将来そこで働いて人生を豊かに、そして楽しくしていくための企業を選ぶ意識を持ってください。重要なのは次の3つです。1つ、就活は仕事そのものだと思え。2つ目、選ばれるな選べ。3つ目、就活を楽しめ。1つ目、就活は仕事そのものだと思えです。皆さん、一度は思ったことありませんか？就活なんて無意味だって。実は私も思ったことがあります。就活自体は直接将来に役立ちそうもないのに、なんでこんなに頑張らなきゃいけないんだろうって思いますよね。でも実はこれって内定を取るための就活をしていたり、ネット上に転がっている小手先のテクニック振り回されているから起きてしまう問題です。だから就活で疲弊してしまう人が多いと言えます。就活は仕事そのものであり、社会人としての準備期間であると意識を変えていきましょう。そして皆さんは知らず知らずの間に商品設計や営業販売といったビジネスのプロセスを就活の中で踏んでいます。例えば皆さんは商品なんです。将来にわたって企業の売り上げに貢献していく商品なんです。自分自身にぴったりとマッチした企業、いわゆる自分が最も活躍できるお客さんを見つける作業をして
ているのが就活であると言えます。第1段階、就活のルールを知る、つまり就活というこのビジネスのルールを理解したんです。第2段階、企業視点を持つ、これはお客さんの本音を理解するものになります。第3段階、自分の価値を見出す、自分という商品の価値を分析し、ぴったりなお客さんを探していく作業です。第4段階、相手に合わせて届ける、お客さんに対してより価値を知ってもらうために面接の場で営業をかけていく、内定後に商品の代金として受け取るのが給与となります。皆さんは就活という名の仕事、ビジネスをしているんです。就活は仕事そのものだと思えの真実になります。さらに言うと、グループディスカッションは社内会議を想定したものです。圧迫面接を嫌がる就活生多いですが、これを面接官が単に意地悪したいのではなく、扱いにくい取引先とのコミュニケーションを取らないといけない状況で冷静に対処することができるかといった点が見られています。ぜひこのようなイメージで仕事をしていくことを想像し、選考過程意味を与えながら就活に向き合ってみてください。2つ目、選ばれるな選べです。就活生の多くは企業に一方的に選ばれてどんどん切られていくという印象を受けると思います。実際間違いではないのですが、この意識を捨てていってください。就活生が自分にぴったりな企業を選ぶ、あくまでも対等であるという意識が大切です。説明会で人事や担当者の説明がいけてなかったら応募すらしないはずですし、面接官の態度が悪かったら就活生側から狙い下げすることだってあるかと思います。選考中は特に企業の方が力が強いイメージがありますが、内定が獲得できた後は就活生の方が強くなっていたりもしますよね。企業はせっかく埋めた採用枠をもう一度開けたくないからです。本来はお互いに選び選ばれる対等な関係なのだという意識を念頭に置いておくだけで全然気持ちは楽になってきます。3つ目、就活を楽しめです。今動画を見ていただいている方の中にも就活に対してネガティブな印象を抱いている方はきっと多いでしょう。企業に審査されなければならない、欲しくないものだと思っていませんか？ではこの意識すらも変えていってください。皆さんが採用の担当者なら、楽しそうな就活生と楽しくなさそうな就活生、どちらを採用したいですか？就活は単なる学力テストではなく、結局は人間関係です。当然楽しそうな就活生を採用したいかと思います。メンタルを不安定にしないためにも、就活で最高の結果を得るためにも楽しむことが大切です。皆さんはこれから就活という名の攻略ゲームを始めると考えてみても面白いでしょう。あくまでもゲームですよ、人生ゲーム。このゲームの最終的な目的はもちろん皆さん自身の将来を豊かにしていくことです。そのため自分にぴったりな企業を見つけるということをしていきますよね。企業はこの攻略ゲームでいうと最高の相棒なんです。人生の相棒なんです。最高の相棒と組むためには自分自身を強くしていかなければなりません。就活対策を経て企業からより必要とされている自分に成長していくんです。実際こう考えるだけでも少し楽しい気持ちになってきませんか？本来接点のない企業の方々に出会えるチャンスでもありますし、他者からの評価によって自分が成長できるポイントを知るきっかけにもなるはずです。インターンをするにも贅沢な社会科見学だとか思えば、もっともっと就活は楽しくなりますよ。就活はやればやるほど見える世界広がっていきます。もうゲームのように楽しんでみてください。就活は楽しんだ人が勝つんです。以上3つ、1、就活は仕事そのものだと思え、2、選ばれるな選べ、3、就活を楽しむ。内定のための就活をするのではなく、将来そこで働いて人生を豊かに、そして楽しくしていくためのこの3点を強く意識していきましょう。ついにここまで来ました、就活完全攻略ロードマップ第6段階、最後の章、 Do やり抜くです。あとは行動するのみ、自分自身に落とし込み、目標に向かって走りましょう。就職活動っていうのは最も愛する企業を一つ探し出し、最終的に内定を獲得することをゴールとしたゲームです。だから内定数なんてものは本来どうでもいいんですよね。しかし残念なことに、様々な企業で内定を取れない就活生は第一志望の企業からも内定を取れないという構造があります。この人だけ受かればいいやっていうような考え方じゃダメなんです。恋愛でも言えることですね。このたった一人の女性を落としたい、このたった一人の男性と付き合いたいって考えちゃう人は大体理想通りにいきません。このたった一人にモテることができる人って必ず他の人からもモテてます。モテる人がモテまくるのと同じように、就活においても人気がある人に人気が集まっていき、内定を抱え込む構造になっているんです。だからこそ第一志望でない企業からの内定が取れるような状態にレベルアップする必要があります。全ては最も愛する一社から内定を獲得するためにトレーニングを積んでいくんです。皆さんの得られる結果は行動量かける成功率の掛け算であると考えてください。そして成功率を上げていくためには行動量を増やしてレベルアップしていくしかありません。だから就活完全攻略最後の章が Do やり抜くなんです。質も量も大事ですが、量をこなさなければ質も上がらないというようにイメージしてください。ちなみに第1段階、就活のルールを知るから、第5段階、内定したその先を考えるまではすべて準備の段階です。きちんと準備をすれば気持ちに余裕を持って行動を起こせます。道に迷うこともなくなるでしょう。バンバン行動して結果出しちゃってください。
皆さんお疲れ様でした。以上が就活完全攻略ロードマップの全6章です。今までって就活をきちんと教えてくれる人がいなかったがためにもうわからないことだらけだったかと思います。自分のやりたい仕事の見つけ方がわからない、ガクチカやアピールポイントが思いつかない、企業分析ってどこを見て何を分析すればいいかわからない、今までこんな質問をたくさんもらってきましたが、今回の動画で全て解決できたかと思います。とはいえ私たちは皆さんの就活をただ支援したいだけではありません。いいとこ内定を取れればいいやというような思考なら、初手先のテクニックで嘘でもついて就活対策してしまった方がぶっちゃけコスパはいいです。アビルド就活は長期的に社会で活躍できる人材になれるために、入社後こんなはずじゃなかったと後悔をしないために、そしてあなたの将来をより良くするために就活支援をしています。内定のための就活をするのではなく、将来ここで働いて人生を豊かに、そして楽しくしていくための企業を選ぶ応援をさせてください。では最後にこの動画の内容をもう一度復習しましょう。就活完全攻略のロードマップ。1番、アービトラージ、就活のルールを知る、今の時代に勝てる就活対策をしていきましょう。2番、ブリッジ、企業視点を持つ、対応側の気持ちになって企業が本質的に求めていることを理解してください。3番、ユニークネス、自分の価値を見出す、自己分析、業界分析、職種分析、企業分析を通じて自分自身が心の底からここで働きたいと思う企業を探していきましょう。4番、インクラネーション、相手に合わせて届ける、 ES や面接などの具体的なノウハウを実践に落とし込んでいってください。5番、レバレッジ、内定したその先を考える、内定した後に後悔しない選択をすることが大切になります。6番、 Do、 やり抜く、行動、とにかく行動です。この順番は必ず守ってください。急がば回れ、近道をしようとしてでもいい結果は決して得られません。まずは丁寧に自分自身の過去を分析する自己発掘ワークから始めていってください。大変ありがたいことに、アビルド就活ではこれまで5000人以上の就活生の悩みに向き合い、多くの方々の就活支援をさせていただきました。私が実際に外資系投資銀行から内定を獲得することができた方法や、受講生たちが圧倒的な成果を上げている秘密など、 YouTube では今後も皆さんの就活を応援できるようなノウハウを惜しみなく発信していきます。さらになんと今概要欄にある公式 LINE では無料個別カウンセリングをプレゼント中です。実際に就活支援のプロたちが皆さんの今の悩みや今後どのように就活を進めるべきか短くみっちり相談に乗ってくれます。しかも今回これだけではありません。この長い動画を最後まで見てくださった方々はきっと本気で自分の人生を良くしていきたい、就活で後悔したくない、そう思っている方々であるはずです。ここまでお付き合いいただいた感謝の気持ちを込めて、特別に次の10個の特典をプレゼントさせてください。この動画の3章でもご紹介した自分自身の過去を分析する自己発掘シート、理想の未来を想像し自身の進むべき方向を決めていくための自己決定シート、確固たる自己 PR を作り込んでいくために自分の強みを整理する自己 PR 作成シート、志望動機を明確にして自分の進みたい業界、職種、企業を明確にするための業界分析シート、業種分析シート、企業分析シート、さらにブラック企業に入社して後悔しないためのホワイト企業一覧100選、就活の基本的なマナーなど超初歩的な内容をまとめた就活ルールブック、面接攻略のコツをまとめた面接対策マニュアル、最後先ほどお話しした無料個別カウンセリング2時間、これらを合わせて合計10個です。概要欄から公式 LINE を登録するだけなので、ぜひ今のうちにプレゼント受け取っておいてください。最後まで見てくださってありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねをしてもらえると嬉しいです。全て確認させていただきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。